もしもし、はるかちゃん？堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。え、何かあったんですか？それが、僕もなんて言うたらいいか分からへん。とにかく、すぐにこっち来て。何かあったんですか？近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。私、ここの事務所の所属タレントなんです。ここっていうと、ダイナチェアの？はい、そうです。ああ、そうでしたか。実は今、ここのビルで飛び降り自殺があって。お気の毒ですが、亡くなったのはダイナチェアの社長さんでして。そんな。なあ、ちょっと君。では、パクさんが自殺をほのめかすようなことは？いえ、タレントのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな感じはなかったです。堀江さん。はるかちゃん。彼女は？沢村はるか、うちのタレントです。今日パクが東京に行く予定やったのも、彼女のデビューイベントの準備のためでした。なるほど。後でお話伺えますか？あの、それより社長は？あ、はるかちゃん！なんで、嘘だって。社長は